ホワイトソックス、とんでもない勝率になる。これは、ライオンズファンの皆様素直にどう思われますか？1998年のロッテ超える球団を MLB とは言い見ることになろうとは。シーズン123敗ペース。今の30球団制になってから初のシーズン120敗、21世紀になってから初の20連敗も見えてきたのか。メジャー記録はフィリーズの23だっけ？ブラックソックスとは言ってはならない、あらゆる意味で。オリックスと横浜の連敗を足した数の連敗や、えぐいわ。メジャーリーグの西武ライオンズ。そう考えると西武ってまだ可愛い方か。今の西武でも勝率3割はあるもん。ロッテでも見たことない景色だ。ついに1998年の千葉ロッテを抜いた。20連敗する未来が見えている。今日も無事負けて連敗記録更新か。19連敗でロッテを超えました。2000年以降で20連敗したチームってないんだな。ご視聴ありがとうございました。